K1 は国賊、政府が激怒。先日、埼玉県において政府や自治体の要請を無視し、大会を強行した K1 に対して、政府関係者がありえない、国賊だろ、責任を取れるのかと激怒したことが明らかになりました。こちらはフジテレビの報道でございますが、本日、K、K1 の 感染者に発熱があったとして PCR 検査が行われ1回目の検査は陰性となりましたこういった大規模なイベントにおいて政府の自粛要請を無視し感染者が出てしまった場合自治体がイベントの中止を指示命令できるようにするために 新型インフルエンザ等特措法の緊急事態宣言が出されてしまう恐れがございます。また政府関係者は K1 に対して国賊という表現を使っておりますけれども、井上太郎さんなどによりますと、この K1、北朝鮮関連であり、現在 K1 を運営している企業も、 香港資本、まあ、外資ということになりますので、まあ、実際にはこの国賊とは少し違うのかなというところはございますが、日本政府にはこの K1 について問題があるとの認識があるのであれば、まあ、以前ですね、K1 は脱税事件も引き起こしておりますので、税務調査などを実施し、 K-1 がこれ以上何らかの問題を起こさないように、抜本的な対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。